中国、台湾断交の首脳交遇、習主席、相次ぎ会談。北京共同、中国の習近平国家主席は25日、カリブ海の島国、ドミニカのスケリット首相、南太平洋の島国、ナウルのアデヤン大統領と、それぞれ北京で会談し、関係強化に意欲を示した。中国国営メディアが伝えた。いずれも台湾と断交して中国と国交を結んだ国。中国に首脳を招き、厚遇することで台湾と外交関係のある他の国に台湾との断交を促す狙い。中国は1月の台湾総統選で独立派とみなす民主進歩党、民進党が勝利したことを受け、民進党政権を国際的に孤立させる外交攻勢を強めている。ドミニカは2004年に台湾と断交し、中国と国交を結んだ。ナウルは今年1月、台湾総統選の直後に台湾と断交し、中国と国交を回復したばかり。台湾はナウルの断交によって外交関係があるのは過去最少の12カ国となった。太平洋で金に任せた中国ドミノ。世界で高まる諸島国への関心。経済発展なくとも日本が長期的支援をすべき理由。米国とミクロネシア3国。ミクロネシア、マーシャル諸島共和国。パラオ共和国は昨年、コンパクト合意と呼ばれる資金提供プログラムを20年延長することで合意した。しかし、コンパクト合意に基づく支援予算の米議会での承認が大幅に遅れ、諸島国側からも、米国内からも疑念が高まっていた。やがて中国の崩壊が始まるの著者である著述家のゴードン・チャンは2月23日付、ワシントン・ポスト紙掲載の論説で、米議会のミクロネシア3国支援承認の遅れは、太平洋を中国に渡すことになると批判している。主要点は次の通り、米議会は最も近しい同盟国に対する財政支援約束を果たしておらず、重要な友好国を見捨てることになっている。中国はパラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島を取り込もうとしており、それが成功すれば中国軍は太平洋の広大な水域を支配することになる。そうなると新しい港や基地に展開される中国軍は民間か軍用かを問わず、この海域を航行するアメリカの船舶や航空機を阻止することができる。さらに中国はハワイやグアム等米領土を攻撃できる施設を手に入れる。昨年これら3国とのコンパクト協定が再交渉され、20年の延長が合意された。しかし、米議会は未だ米の資金提供義務を承認していない。12月に可決された2024年国防権限法には、これら3国への資金支払いは含まれていなかった。2月13日に上院で可決され、法案には、ウクライナ、イスラエル、台湾向けの953億ドルが含まれたが、コンパクト3国への資金予算は含まれなかった。コンパクト3国への米の資金提供義務は、次の20年間で合計71億ドル。現在米議会は協定の資金提供履行のために23億ドルを承認する必要がある。ミクロネシアとマーシャル諸島は目下米つなぎ予算決議の下で一部の資金を受け取っている。パラオへの資金提供は現在最小限に削減されている。中国はこれら3国の指導者に対し、米国を見捨てるように働きかけている。中国は、機能不全の米国は信頼できないパートナーになったと説いている。
11月に再選を控えるパラオの親米派のホイップス大統領は、中国の資金構成に最も脆弱だ。中国の資金を得るためには、パラオは外交商人を台北から北京に切り替えることが必要とされる。ミクロネシアは中国を承認。2019年には、キリバスとソロモン諸島が台湾承認を撤回した。その裏に中国による資金約束があったことは疑いない。中国によりもう一つ好都合な要因は恐怖だ。親中派はパラオを中国の標的にしてはならないと主張する。この議論は効果的だ。ホイップスは米国に米国の在パラオ OTH レーダー防衛のためのパトリオット迎撃ミサイル部隊の展開を要請した。しかし、昨年11月、パラオ上院は、その部隊展開を拒否する決議を採択した。中国は、レーダー建設近くに、ホテルとカジノの建設を申し出た。中国が、ソロモン諸島を支配下に入れたことは、コンパクト三国に対する警告だ。中国は、大船金を政府、議会関係者にばらまき、かつて、民主主義国家だった同国を権威主義国家に変える道を着々と進めている。中国の新たな友人となったソガバル首相は2022年には次の総選挙を延期した。中国は太平洋を自らの保護区にしようとしている。他方で米議会は米国の財政負担を果たさないことにより中国による米国の最も忠実な同盟国の反米化を許してしまっている。切迫する諸島国。上記の論説が出た後、3月8日にようやくミクロネシア3国への支援の予算が米議会で承認された。承認は一安心ではあるが、支援が損ねた米国への信頼を回復することは容易ではないだろう。米議会がウクライナ支援や中東等を清掃の図にし、そこに太平洋諸島国支援が巻き込まれている実態は残念というほかない。中国はその野心を進めている。太平洋で金に任せた中国ドミノが起こらないとも限らない。マーシャル諸島のハイネ大統領は2月末、ガーディアン紙に対米関係は米議会の政党政治のために徐々に壊されつつある。米国が合意した資金は、米国の寛容により合意されたものではなく、当事者間の厳しい交渉の結果、合意されたものだということを、米議会は理解すべきだと述べた。その後、3月1日の、ビキニ70周年集会演説では、もっと先鋭に、米議会は、コンパクト三国への資金承認もしないで2週間の休会に入った。今、米国との関係は岐路にあると述べるとともに、他の地域プレイヤーがマーシャルとの関係を築きたいと熱心になっていることを示唆して、米国が我々への約束を果たせないのであれば、我々は他の選択肢を真剣に検討する必要が出てくる。マーシャルが米国の確固たる同盟国であることを当然視してはならないと述べた。中国の台湾侵攻で韓半島が危機に陥っても、それがどうしたと語る李代表。米戦略国際問題研究所 CSIS は昨年、中国による台湾侵攻をシミュレーションしたウォーゲーム報告書を公表した。それによると中国は台湾侵攻の際には、まず日本国内の米軍基地から攻撃を開始する。太平洋に展開する米海軍と空軍は日本を拠点としているため、中国軍は台湾上陸を目指す際、日本から出撃する米軍の戦闘機や空母からの攻撃を最も恐れているからだ。同じように韓国にも
大韓米軍の空軍基地が存在する。CSIS の報告書は、中国は米軍の戦力を分散させるため、北朝鮮に挑発を仕掛けさせる可能性が高いと警告した。台湾侵攻と同時に、韓半島に第二戦線を形成し、太平洋の米軍を韓半島と台湾の双方に展開させれば、中国が勝つ可能性が高まるだろう。つまり、大韓米軍を韓半島に縛り付けることが、中国にとって必要になるのだ。北朝鮮の金正恩総書記も、米軍の増援部隊がやってくる余力がないと判断すれば、冒険に乗り出す可能性はかなり高いと言えるだろう。安全保障における韓半島と台湾の深い関係は歴史的に見てもわかる。6.25 戦争が始まった直後、米軍は第7艦隊を直ちに台湾海峡に移動させた。米軍参戦に先立ち、中国軍が台湾を侵攻し、台湾海峡で戦争が起こるのを未然に阻止する軍事面での対応策だった。同じように中国が台湾攻撃を決意すれば、中国が韓半島に第二戦線を形成させるのは、すでに固まったシナリオだ。その時の韓国の政権が中国に対して、いかなる感情を抱いていようとも、このシナリオが変わることはない。また、中国が台湾を攻撃すれば、韓国の海上貿易も大きな打撃を受けるだろう。つまり、台湾海峡の戦火が韓半島に直接影響するのは、至極当然のことだ。李代表が中国にちょっかいを出さず、両手を組んで、シェイシェイと言えば大丈夫と、本当に信じているとすれば、それは安全保障と地政学に対する基本的な認識と常識の欠如を自ら告白したことになる。